タスマニアオオザリガニは、節足動物甲角アモン南高津なエビ目、南ザリガニ科に属するザリガニの一種。和名と英名で示す通り、オーストラリアの南東に位置するタスマニア島の北西部の海岸よりの限られた、冷温で清涼な水が流れる地域にのみ、生息している。本種は、世界最大のザリガニであり、公式記録では、 体長7 6トル、体重4 5ラムにも達したという。ザリガニのみならず、炭水産の甲殻類としては、世界最大である。全身は青黒く、ハサミも、非常に大きく、ロブスターにも匹敵するほどである。平均体長は20から3 0トル、特に大きな個体では4 0トルほどになるが、生息環境の悪化と、 乱獲によって絶滅が心配されている種である。寿命は40年ほどとされ、節足動物全般の中でもかなり長寿の部類に入る。水温摂取18度以下の沈殿物のない低温水域に住む。かつては本種も他のザリガニのように食料目的に捕獲されており、微味だと伝わるが、簡単に捕獲できることから乱獲された。 1960年代頃はまだ島内各地に多数生息していたものの乱獲のために生息地を減らし、現在は島内の一部にしか生息していない。絶滅寸前の状況であるために保護法が制定され、以降の最終、捕獲は禁止されている。本種は3ア種に分かれ、本ア種、AG グールディの他に、AG トライコーニツと AG フランクリニーの3種が生息している。 ありがとうございます。